どうも皆さん、一流デュエルリンクス評論家のリュウでございます。さあ本日もリンクスクイズ挑戦状が叩きつけられましたんで、やっていきましょう。さあ皆さんと一緒に解いていきますよ。さあ本日も幹部会メンバーがね作ってくれましたんで、これぶち込んでいきたいと思っております。お見舞いしていくぞ。1問目イラストクイズ、このモンスター名は、何ですか？舐めてるんですか？舐めすぎでしょ。いやもうそれはあれよ、あれよ、暗黒のドラゴン、あれ暗黒ドラゴンだっけな。いや待ってくれ、暗黒ドラゴン、いや暗黒のドラゴンじゃないかな。やばい。やっべ、これテニオハ直されるやつだ。これの入ってたんだっけな、これ忘れてもうたの入ってたと思う。多分入ってたと思う。これは、イラストクイズでこのモンスター名は、これ余裕ですよ。舐めてるんですか？これは猫耳族ですね。猫耳族。はい。あれ全部漢字だよな、多分な。漢字とかカタカナかよくわかんねえんだよ、これ。漢字とカタカナで答えてください。あ、猫耳族の猫ってさ、もしかしてあれかな？カタカナかな？猫、漢字とカタカナで答えてください。でも違うよね。これ問題の出し方外役じゃない？猫耳族、全部漢字だっけ？こういう細かいとこわかんねえんだよな。猫耳族、猫耳族、なんかカタカナだっけな、猫カタカナ、いや多分漢字だと思うわ。猫耳族、耳がカタカナか、違うな。いや多分全部漢字だな。これ出し方外役じゃない？これもういいや、ちょっと3問目いくわ。間違ったらごめんなさい。で3問目はこのカードは通常召喚ができませんよ。自分のフィールド上の、レベル6以上の魔法使い使いモンスター2体をリリースした場合のみ特殊召喚できる。トラップカードが発動したとき、はい、このカードがフィールドに表が表示存在する場合、その発動無効に社会すると。ですね、これはですね、あのマジックハイエルファントオブブラックなんですけども、あいつは、黒の、魔法神官なんですよ。多分魔法神官、黒の魔法神官、マジックハイエルファントオブブラック、多分これで合ってるはず。あれこれどうやって書くの？カタカナで、あ、カタカナでか、カタカナで、はいはい、マジックハイエロファントオブブラック、こういうことね、そういうことね、これね、漢字でもいいよ俺、逆に。さ、ここでさ、待ってくれ、ここでカタカナで答えてくださいってことは、これさっきのこの猫耳族、これ猫耳族さ、これカタカナ混じってんじゃねえか。漢字とカタカナで答えてください。え、嘘、マジで猫ってこれもしかしてカタカナなのかな、こうなのかな、もしかしたら。え、そんなことある、猫耳族、まさかすぎるぞこれ、こうなのか。でもこれこうやって出してるってことは多分こうなのかな、もしかしたら。それ逆にその、ま、問題の出題の問題からちょっと回答を導き出していこう。4問目は、このカード名を答えてください。このカード名のカードはターン1発動、はい、自分の墓地から魔法カード2枚を除外して発動できる。この問題の答え以外の、ハテナハテナハテナのカード名、またはハテナハテナハテナのカード名が記された、魔法トラップカード1枚をデッキから手札に加える。え？あーあー、はい、あのあれだな、マジブラックマジシャンのやつだ。あれなんだっけな、俺も入れてねえんだよな、あのカード。ちょっと待って、思い出すわ。黒魔術の継承だね、多分。黒魔術継承は絶対合ってるわ。黒魔術の継承、黒の継承、黒魔術の継承、いや多分黒魔術の継承だと思うわ、多分。うん、これは合ってそうだね、これは確か。うん、こんな感じの名前だったと思う。で5問目、フレーバーテキストクイズ、このフレーバーテキストが記載されているモンスター名を答えてください。1000年前に飼い主とはぐれてしまった名犬、いまだにご主人の迎えを待ち続けている名犬。名犬なんて俺マロンしか死んねえぞ。誰だこれ。1000年前に飼い主とはぐれてしまった名犬、名犬ラッスーラッシュラッスやばい、わかんねえ、なんだこれ。未だにご主人の迎えを待ち続けている、犬で通常モンスターってことでしょ。
犬で通常モンスター、犬で通常モンスター、え、ガチでわからねえ。ラッスーしか出てこないよ。ラッスーしか出てこない。これやべえ、名犬ラッスーしか出てこない。まずい。フレーバーテキストってやっぱめちゃくちゃむずいな。これは音楽に合わせ天を舞うエルフ、体の羽は鋭利な刃物。え、エルフで音楽に合わせ天を舞う、ハープのセットじゃなくて体の羽は鋭利な刃物。刃物、エルフのせいみたいなやつ、ハープのせいみたいなやつってやる。違うんだこれ。音楽に合わせ天を舞うエルフ、そんなエルフいたか。いや、わか、今自分の頭の中ではもうほんとピットしか出てこないんですよね。ピットしか、あのスマブラの。やばい、フレーバーテキストってめちゃくちゃむずいな。わかんねえや。7問目、このスキル名を答えてください。相手のモンスターが戦闘で破壊された場合に発動できる、どちらかのプレイヤーのデッキの一番上のカードを、墓地に送る。戦闘で破壊された場合に、相手のモンスターが戦闘で破壊された場合に発動できる、どちらかのプレイヤーのデッキの一番上のカードを墓地に送る。そんな効果のスキルあったっけ。そんな効果のスキルありましたっけ。あ、でもあれか、バクラのやつか。バクラのやつやな、これ。相手のモンスターが戦闘で破壊された場合に、どちらかのプレイヤーのデッキの一番上のカード、あ、バクラのやつだ。はいはいはい、あ、あったな。なんだっけな、待って、出る、これは出る。あれよ、負の連鎖だ。負の連鎖、オッケー、大丈夫だ。これは、あぶれ、ギリギリニューロンが活発化して出てきたわ。オッケー、これは多分合ってる。多分こんな感じのスキルだったと思うわ。で、8問目が、このスキル名を答えてください。相手の墓地から自分のフィールド上に特殊召喚されたモンスター1体をデッキに戻して、でそのモンスターの元々の攻撃力分だけ自分のライフポイントを回復する、このスキルはターン中に1度かつデュエル中に2度しか使用できない。レイちゃんのやつね、レイちゃんのやつやのこれね。やべえ、わかんねえ。これなんだっけな、なんだっけな、レイちゃんのやつ、レイちゃんのやつなんだけど、スキル名なんて知らねえよ。相手の墓地から使わねえもん、このスキル。わかんねえ、忘れたわ。レイちゃんのやつ。レイちゃんのやつ、わかんねえ、マジわかんねえ。こんな知らんスキル出してくんな。これ問題外役だろ、これ。これ外役問題だろ、これ。9問目、キャラクター紹介文クイズ、画像の黒塗りされた部分に当てはまる正しい文章を次から選択してください。ゲームが大好きなおとなしい高校生だったが、千年パズルを完成させたことにより、どうちゃらこうちゃらで、エースモンスター破壊竜ガンダラは全てを破壊する強力な切り札。千年パズルを完成させたことにより、王の魂をその身に宿し独り言が増えていった数奇な運命に導かれる顔も変わる二重人格に顔も変わる二重人格に笑うな。ですね、多分王の魂をその身に宿すなんですけど、おそらくね、まあ個人的には腕にもっとシルバー巻けようだと思うわ。はい、これはいい問題だな。こういう問題はいいね、これいい問題だ、両問。10問目、キャラクター紹介文クイズ、画像の黒塗りさ画像の黒塗りされた部分に当てはまる正しい文章を次から選択してください。誰ですかこれは、この人は誰ですか。知らない人ですね。デュエルアカデミアのラ・イエローに所属する秀才、自身のデュエル理論を元に構築した6つのデッキを操るが、個性的な面々に埋もれて影が薄いとかじゃん、多分いまいち影が薄い。絶対これじゃん、絶対これじゃん。エースモンスターはウォータードラゴンとのことだが、真のエースは別のモンスターであるみたいなね、うん、いつの間にか消えていったなかったことにされてるじゃんこの人。くさ、いまいち影が薄い、多分いまいち影が薄いとかだと思うんだけど、違うかな、これ活躍の場を奪われたとかそういうさ真面目な感じの文章なんかな。個人的にはいまいち影が薄いであってほしい。これ結構むずいね、全部ありえるから、全ての選択肢がありえる。すぐ存在を忘れられてもあるし、いまいち影が薄いもあるし、活躍の場を奪われるのもあるし、いつの間にか消えてるのもあるから、これ全選択肢がありえる、相当いい問題だわこれ。めっちゃむずいよこれ。ちょっと採点していこう。いやーこれちょっとあんま自信ないね。いきましょう、ゴー。あ、違うんか丸、オッケー、丸きた、はい丸、丸いいよ、
いいよ、分かんなかったこれは、分かんない。フレーバーテキストは無理、オッケー。知らなかった。バツ、バツなのこれ。丸い、オッケー。いや、むずい、むずかったな今回も。ちょっと解説見ていくか。1問目がなんだっけ。1問目、暗黒の竜王。あ、竜王か。暗黒のドラゴン、何の変哲もないバニラモンスターです。竜じゃなくて竜です。やべえ、暗黒のドラゴン、やべえ、クソ赤、クソニワカさらしたわ。のか、の入ってないかみたいな感じで迷ってたけど、普通に竜王だったわ。ちくしょう、クソったれが。で、2問目が猫耳族。あぶねえこれ、クソあぶねえこれ。猫耳族、この猫を漢字にしてたんで、最初なんか問題文から読み解いたみたいな感じあるから、これあれだね、冷静に問題文読んでよかったね。で、3問目が、マジックハイエルファントオブブラック。オッケーオッケー、これは簡単。カタカナと漢字の、難易度が段違い。確かにね。でもこれは本当俺無限に使ってるんで、このモンスターこれさすがにわかる。で、4問目は、クロマジの継承。ああ、これね、むっちゃむずいやつ何個入ってると面白いかもと、とのことだったので、ひねくれた問題を作ってみました。そういうことね。あ、でも結構これは俺分かったよ、言うて。昔は OCG のブラマジデッキは1枚だけピン刺しで入れてた。結構魔法カード打てるから、あれね、ナリギンゴブリンとか打って、これでサーチするみたいな感じの、ことできるから。で、これはスカルドックマロン。ガチで分かんない。1文字でピンときたら簡単かも。ほんとピンと1ミリもピンとこなかったわ。1ミリも言われても分からんもん。言われてもどのモンスターになってる今。で、ダンシングエルフ。あ、ダンシングエルフか。ダンシングエルフ、でもなんか意外とカードのなんか画像が出てきてないわ俺の頭の中に。ダンシングエルフってどいつよ。7問目が負の連鎖。あー、危ねえ、これ危なかった。多分これも屈指の未使用率誇ってると思います。確かにこれも誰も使ってないという噂のスキルですから。でもよかったね、まあ結構ギリギリ出たから、これギリギリひねり出した。で、8問目が釈放。あー、レイちゃんのやつでもねえし。レイちゃんのやつでもねえし。確かイベントで新たに獲得できた後ろのスキル、あ、そったっけ。イベントさんスキルって大体使えないスキルばかりですよね。イベント最近ほんまに真面目にやってないんですよ俺。マジでわかりません、これ。すいませんでした、本当にすいませんでした。で、9問目が数奇な運命に導かれる。あ、そうなんだ。ぶっちゃけ他の選択肢を間違ってないです。これ問題の作り方うまかったね、これね。なんか王の魂をその身に宿すっていう、なんかめちゃくちゃかっこいい文章だったから、あれかと思ったわ。これすげえいい問題だったな、これ。これめちゃくちゃ量も作った人センスあるんだ、これね。で、これがいまいち影が薄い。これ合ってんの草。これ合ってんの草。でも別にいいですよね。誰だかわからないキャラのクイズですし、確かにね。これは分かんなかったんで、誰だったか、この人が。最後まで分かんなかったんで、これはまあいいでしょう。まあ、いまいち影が薄いっていうのも、まあ結構運営にさえもいじられる愛されキャラクターってことでね。はい。いかがでしたでしょうか。皆さんもぜひですね、何問正解したか、ちょっとコメント欄から書いてください。今回のクイズも難しかったな、いい問題多かったわ。ということで、リンクス評論家リュウさんは基本的ににわか。